もうここまでにしない？ずっと考えてばかりいてもどうにもならないしさ。私から見ればしばらくは今の状況を安定させて、シャとやらがことを起こした時に場に応じて策を考えればいいだけだと思うんだけど。ゼーレが賢者の剣能を使って泡の構造をしばらく安定させてはいるけど、融合はまだ進んでる。もしかしたらそれが死者が最初からセントソルトスノーの泡に植え付けたルールなのかもしれないわね。もし本当にそうだとしたら、私がさっき話してた三つの鍵があるでしょ。それを使った時に開かれるのはおそらく地獄の扉よ。はいはい、ため息ばっかりつくのはやめようね。石博士、さっきの話だと2つの世界の泡をアンカーポイントで固定して固有世界に向かって発射することは理論的には可能なんだよね。ええ、過去にビアンカさんがそうしたように理論上は可能なのです。しかし先ほど言ったように、まずは点の安定性を確保する必要があるなのです。さもなければ世界を滅ぼす自殺行為に過ぎないなのです。わかってるって。だから漁師の海側の律者の権能が必要なんだよね。でもそのことから言えば、以前から何度も話してるもう一つの権能、あれって使えないの？もう一つの権能？四季の律者さん、それってもしかして。もしかしても何も、他にないでしょ。ちょうど賢者を受け継いだじゃない。律者じゃないけど一応漁師の海側の権能ではあるでしょ。賢者の権能ですか。固有世界の律者の権能とは比べ物になりませんし、数学的な意味で不動点を構築することも不可能です。ちょっと待って、シュレーディンガー博士、確認したいことがあるんだけど。二つの世界の泡、その存在自体を安定させて一連の操作を行ってるときは、漁師の海に侵食されないようにしなくちゃいけないのよね。はい、だからこそこの世界の範囲内で数学的な意味で一つの不動点が必要なのです。だとすれば、私たちはもう見つけているんじゃないかしら。だって目の前に存在する二つの世界、その間には確かに変わらない主軸があるでしょ。待って、それってもしかして。あ、なるほど。東大元暮らしってところね。目立ちすぎていたからあえて無視してしまっていたのかな。え、みんなはもう分かったんですか。主軸って一体何のことでしょう。賢者がいる高等はいろんな意味で二つの世界にとって不変の位置に存在している。だからもしかしたら塔は自然とアンカーポイントのベースとなれる。そうよね、シュレーディンガー博士。はい、検証する価値はあるなのです。しかし皮肉なことに、それは高塔自体が社が植え付けたルールによって誕生した可能性を示しているなのです。その上、私たちはその性質をいやいや利用しなきゃいけない。ふん、固有世界で崩壊に抗っていた頃と全く同じね。まあ、こんなことわざもあるじゃない。対抗は細菌を顧みず、大礼は症状を辞せず。何はともあれ、点の問題は軸で解決できるかもしれない。よろしい。じゃあまずは。喜ぶにはまだ早いなのです、四季の律者。え、まだ何かあるの？先ほどのビアンカさんの例ですが、あの時は世界の泡の構造を容易に統合できる装置があったので、内部空間の情報を点へと収束することができたなのです。そしてそれの反転も成功したなのです。でも今は高等はそういう意味で
二つの世界を掌握していないなのです。ですよね、ミステルさん、プロメテウスさん。確かにそうね。でも私には推測があるの。試しにゼーレ、高等の賢者の権能を使って世界の泡に存在する空間のエネルギーが最も集中している場所を探せない？異例の儀式を行えば何とかできるはずよ。うん、試してみる。確かに今なら感じられる特別な光の粒がいくつか見えるよ。暗闇にいるホタルみたい。多分場所がわかる。ええ、その場所が全てを統合させるための要よ。異例の儀式の鍵であり、賢者の権能で世界を丸ごと覆うために重要な中枢でもあるわ。理にかなっているなのです。しかしビアンカさんの偉業を再現するには固有世界につながる空間座標がもう一セット必要なのです。簡単に言えば固有世界へと戻れるルートを探さなければいけないなのです。当時起こった事件ではビーコンであるゲニウスで解決できたなのです。でも今の状況では自分たちで同じ効果を出せるよう努力するしかないなのです。それなら大丈夫よ。かつて長い間ゼーレと私は漁師の海でさまよってたことがあるの。固有世界の座標の特定も一度だけお姉様のためにやったことがあるわ。あ、その話なら私も知っています。開演の目の時でしたよね。ゼーレ、スーサナさん、今の私じゃ多分無理だと思う。ええって、え？この世界の泡に入ってから漁師の海に対する感知能力が使えなくなってるの。まるでこの世界がその感覚を自動的に遮っているみたいに。それに今の状況だと高等から勝手に離れるわけにもいかないし。もしかしたら賢者になることによって同じルールによる制約を受けているのかもしれないなのです。何しろ社が存在するなら誰かが逃亡するような行為を許すはずがないなのです。となるともう一人必要ね。そこの元ヨルムンガンドの幹部はどう？漁師の海から魔の手を伸ばして固有世界の人をさらう行為はすごく得意よね。今こそ本領発揮の時よ。確かに以前は考えが至らないところがあったわ。そのせいでみんなのことを今みたいな難局に引きずり込んでしまった。だから深く反省して責任を負うつもりよ。ふん、綺麗事ばっかりね。彼女は責任を取ると言っていますが、おそらく期待外れになると思いますよ。ミステルは確かに空間を操る能力を持っています。ですが空の律者や旋回一条ほどに万能なものではありません。漁師の海での旅を例に挙げると、彼女は世界の泡の相対的な位置と異種性根に対する感知力を使って大体の方角を判断していました。つまり異種性根の力を借りビーコンとして使用していただけなんです。それだけ？ならどうやってゼーレをさらったの？ついでにあなたもね。まあまあ、そのことは別にいいでしょ。重要なことでもないし。それはね、単に試し続けただけなの。固有世界に向かって絶え間なく漁師の海行きの隙間を生成して送った結果、こうなったってわけ。もちろん、特定の条件を満たしていない限り入れない。簡単に言えば、クレーンゲームに挑戦し続けてたみたいな感じかしら？幸いにも2個ぐらい捕まえられたわ。正確に言えば3個だけど。あら、ごめんなさい。加害者なのに、こんな風に例えるのは良くないわね。世界の泡で隔てられてなかったら、今すぐにでも血祭りにあげてやりたいくらいよ。喧嘩だ喧嘩。やったー。
私が今いる媒介が壊されたら困るので落ち着いてくださいなのです。では今の私たちに戻る方法はありますか？現在置かれている状況から見ればはっきりしないわね。それにあなたたちの話によると私が作ったひびは長空市の虚数特異点の近くにもある。今考えてみればそれは社の影響も含まれているかもしれないわね。いえ、逆に言えば、ああ、確かに。影響。ねえ、今度はどこに行くつもり？固有世界の座標を探す件は、私が何とかするわ。あなたたちは、ベースアンカーポイントを軸に結びつけて、世界規模のアンカーポイントを構築することに専念して。ベースアンカーポイント？世界規模のアンカーポイント？それってどういうことですか？あ、言ってしまいました。多分ゼーレさんが異例の儀式で感じ取ったポイントと、今はまだ存在しませんがビアンカさんの体内にあるような世界そのものを制御できるアンカーポイントのことなのです。先ほど言ったように賢者と高等は今回ビアンカさんと聖剣のような効果を一時的に発揮できるなのです。長い目で見れば固有世界にさえ戻れればキアナたちの助けも得られるからですか？ロジック的には合ってるけどどうも納得がいかないような気もするわね。ええ、無害だと思い込んでまた何かをやらかしてしまうかもしれないし。いえ、一人で向かうということはおそらく、皆さんどうか安心してください。先のことで十分教訓を得たはずです。本当に？何はともあれ何らかの考えがあるようですし。ゼーレ、あなたもしかして。まあそれもそうよね。あのわけのわからない女を信じなかったら途方に暮れるだけだし。だから信じても別に損はありません。そうですよね？ふーん、ま、当事者はゼーレだしね。皆さん、私たちを信じてくれてありがとうございます。うぬぼれないで。あなたを信じたわけじゃない。自分の判断を信じただけだよ。構いません。皆さんの意見がまとまればそれで十分です。計画の厳密性のためにあえて一言言わせてもらうなのです。そちらの方の中にまだはっきりと意見を述べていない人が一人いるなのです。え？君たちなんで僕を見るの？さっき話していたことなんて僕には何の発言権もなかったよね。結局のところ僕はただの一般人だよ。運がちょっぴりいいところ以外。止まって！ゼーレと一緒に戦って！
う。あんまり取り柄はないけど、反射神経はいい方だからね。ごめんなさい。高等の賢者が残した紳士が、なぜか突然。前にも似たようなことがあったわね。あ、確かに。初めてセントソルトスノーに訪れた頃にも、ビトさんは紳士に襲われてましたね。え？それは、その…紳士は賢者の権能の一つです。普通なら、高等の賢者の命令がなければ、勝手に無実な人を傷つけることはありません。最低でも、私とミステルがここに留まっていた間は、セントソルトスノーの住民が彼らに襲われたという報告を聞いたことはありません。紳士は、ビタさんを警戒していました。え？どうしてですか？ビタさんは、法をきちんと守る、セントソルトスノーの住民でしょ？こっちにいた左衛は、一般人の鬼火を攻撃しようとしたことがあったよ。まあ、あの時の鬼火は、私の元凶に夢中になってたから。あ？もしかして、それが原因？鬼火が私に制御されてるってことは、つまり、賢者の規則に背いてるってことだしね。ええ、可能性はあります。二つにして一つである左衛と紳士、そうするのなら必ず理由があるはずです。使者様、そんな物騒なことを。僕は善良で無実なセントソルトスノーの住民だよ。あ、そうそう、きっとこうなってるんじゃないかな。つまり紳士もスケちゃんや町内のロボットのような存在で、どっちも使者様が開発したプログラムで制御されてる。そうでしょ？きっとプログラムがバグって僕を敵だと間違えたんじゃないかな。いえ、紳士は私が作ったロボットではありません。先ほど言ったように、あれは賢者の権能の具現です。え、ということはもう一つの可能性が。つまり、もう一つの可能性。つまり、あなたは嘘をついている。キラ。ずっと怪しいとは思ってたけど、さっきのことでようやく隠し事があるって確信したわ。確か、人工知能が何なのか、なんて知らないはずよね。ああ。ここに来たばかりの君たちは、まだ彼女のことを知らないんだね。スケちゃんって言うんだ。名前を聞いてるわけじゃないんです。私の理解が正しければ、それって人工知能ですよね。人工知能？彼女のことをそう表現する人は初めて見たよ。それなら、どうしてそんなに詳しいの？しかも、プログラムで制御されていることすら知ってる。あ、確かにそうですね。途中で、その話を詳しく話したこともありません。だから、ビタさんが私たちの会話から知った可能性もありませんよね。つまり。あはは、どうやら返す言葉がなくなってしまったようだね。自称セントソルトスノーの住民で、識別コードすら持っている。ビタ、あなたは一体何者なんですか？ああ、バレちゃった。こうなったら仕方ないよね。なんて言えばいいのかな。僕もこうはしたくなかったんだよ。へへへ。は？こいつとうとう時期になったわけ？こうはしたくなかったって、一体どういうこと？ああ、ごめんね。つまり言いたいのは、仕方がなかったんだよ。タイミングが本当に悪かったからね。何が悪かったの？言ってみなさい。さっき、あなたは私の話を聞いたでしょ？今度はあなたの番よ。同意します。悪意があるのかどうかは、話を聞いてから判断します。みんなが結構いろんな話をしてくれたおかげで、僕の物語はかなり簡単に説明できる。要するに、確かに僕は、この世界の泡で生まれた住民じゃない。
ちょうど死者様が識別コードを配っていた頃にセントソルトスノーで暮らしてたってだけだよ。そして一つ前の故郷についてだけど、さっき君たちが話してた。え？うん、つまりキラが言ってた霊落の星、あの破壊された世界の泡。ねえ、冗談はやめてよ。あの世界が滅ぼされてからもう100年以上は経っているのに。だよね。今こうやって話してもデタラメだとしか思われない。でも本当に嘘はついていないよ。キラが出会ったチャット博士、彼は僕の友人でね。え？ねえ、私の話を参考にして作り話をしてるわけじゃないわよね。僕だって証拠もなく信じてくれるだなんて思ってないよ。あ、そうだ、紙切れにチャット博士が書きかけてた格言が残されてたって言ってたよね。確かにそんなこともあったけど、その格言って永遠に明日への希望を抱く、永遠に最善の自分で毎日を迎えるだよね。永遠に明日への希望を抱くの次は永遠に前向きでいようだとでも思ってたわ。でもあれ、紙切れに何を書いてたかなんて誰にも言っていないはずよね。それにペンにあった V の模様だからビタさんは。すまないとは思ってるけど、この方法でみんなの信頼をもう一度取り戻すしかないみたい。あれは青岩歴199年の最後の夕方、ちょうど大爆発が起こるまであと1時間もない時のことだったよ。それは同時に新惑星調査隊の初出航のタイミングでもあった。新惑星調査隊？その通りだよ。チャット博士は未来と可能性を探るという希望を決して諦めていなかった。彼はそういう人だったんだよ。チャット博士とアトラースの科学者たちはずっと秘密裏で霊落の星から旅立つことができる宇宙船を作っていたんだ。当時僕は特殊な理由があってそのメンバーとして選ばれた。あの時見た光景は永遠に忘れられない。霊落の星、かつては心の支えにしていた故郷が一瞬にして大爆発の光に飲まれたんだから。希望と温かさをくれた光、青岩の光がその時おぞましい有名の鬼火となった。あまりにも突然のことだったから、メンテナンスをしていた僕以外の他の船員は宇宙船に乗ることすらできなかった。その時僕は知ったよ。自分は再び故郷を失い一人ぼっちの流浪者になったんだって。それからは長い間漂流し続けて最終的に運よくこの世界にたどり着いてね。ちょうどいい感じにセントソルトスノーの外にある荒野に宇宙船が着陸したんだよ。住民たちは得体の知れないよそ者の僕をすぐに受け入れてくれた。家族や友達と同じように接してくれて本当に感謝の気持ちでいっぱいだったな。そして僕はここで穏やかな生活を送ろうと決めた。君たちと出会うまではね。紳士が襲いかかってくる理由は多分もともとこの世界の存在ではないって見抜かれてるからだと思うよ。だから本能的に警戒してセントソルトスノーの安全を守りたかったんだろうね。深く聞くのは失礼かもしれないけど、さっき再び故郷を失いって言ってたわね。つまりあなたは霊落の星の住民でもないの？うん、でもそこからさらに前の出来事になると本当に証拠なんてない話になるよ。例えば僕を育んでくれた世界は地球じゃないとか。セントソルトスノーも霊落の星も別に地球じゃないけどね。そういう意味じゃないよ。例えば君たちにとってチャット博士、カイおじいさん、イースおばあさん、パンカおじさん、彼らは世界の泡の住民で固有世界に属する存在ではない。そうだよね。じゃあ何？
そうじゃないとでも言いたいの？僕の場合は確かに彼らと大体似ているようなものかな。君たちの言葉を借りると、僕を育んでくれた世界は金星と呼ぶべきかな。金星？まさか太陽系にある八つの惑星、その中の一つであるあの金星のことですか？うん。僕たちの文明はずっと昔に崩壊によって滅ぼされた。その時はまだ宇宙を航行する能力すらなくてね。僕は生き残りとして漁師の海の深淵で数えきれないほどの時を過ごしてきた。いや、今考えるとそこに時間という概念はなかったのかもしれないね。とにかく外ではどれくらいの時間が経ったのかもわからない、そんな時だった。ある偶然によって僕は金星に属する空間から君たちの地球に属する空間へとワープできたんだ。僕たちのところと違って君たちの文明はとても進んでいて、長きにわたる時間の中無数の投影を育んでいた。旅の途中で僕はとある帝国の首都で世界の輪廻を見届けたことがあるし、可愛い人形たちが支配する小さな世界を訪れたこともあった。もちろん霊落の星のような悲しい物語もあったよ。確か君たちは不思議に思っていたよね。僕がなぜセントソルトスノーの人たちのことを面白いと感じて、ここのみんなを好きになっているのか。多分故郷を失った人ほど隣人を大切に思えるんだと思うよ。ビタさん、さっきシュレーディンガー博士がヒントをくれたことで、セントソルトスノーと砂鉄の国を救う計画が大体まとまりました。そこで、ビタさんは彼女と同じ漁師の海の漂流者ですよね。何かアドバイスはありますか？少し困ったなぁ。チャット博士の宇宙船は今でもセントソルトスノーの郊外に眠っているけど、それを再び飛ばして漁師の海のみんなを助けることなんて期待できないし。あ、そうだ、干渉系がある。干渉系？それは何ですか？あれ、死者様は知らないんだね。つまり人体に埋め込むことができるナノマシーンで、少し先の未来に対して列挙型の演算を行えるんだよ。原理から言うと、指定された空間に存在する選択可能な全ての歴史を対象にして経歴総和法を使うなのですね。あー、そうそう、確かそんな話だったかな。博士も干渉系に詳しいんだね。正確に言えば、数十年前エジソンさんも私の目の前でこの装置を使ったなのです。しかし全文明最強の人工知能であるプロメテウスさんは干渉系のことを知らなかったなのですか？そんな理論上でしか存在しない装置を知っていると思われるなんて少し意外です。機会があったらぜひサンプルを一つもらって研究したいものですね。世界を救ってから僕の体でもチェックしてみる？まだ金星にいた頃、体内に干渉系を埋め込まれているからね。え？だとすると、ビタさんはさっき自分は運や反射神経がいい方だと言ってましたが、もしかしてその金星の技術が理由なんですか？そうかもしれないね。つまり、ビタさんは体内の干渉系を制御して、一部の計算をサポートすることができるなのですね。保証はできないけど、体内に埋め込まれたプラグインがあれば、それを量子コンピュータとして使えるかもしれないね。もしそうなら、先ほど検討していた計画に非常に役立ちます。よければ、今から試してみませんか？
それはよかった。って、あれ、今から？プロメテウスさんの行動力、急に上がってますね。この世界に彼女が全く知らないものがあるなんて意外と面白いわ。でも2つの世界は今でも1分1秒ごとに悪化し続けています。私たちもずっと理論を述べてるわけにはいきません。はい、先ほど話したように創生の世界の泡を固有世界へつなげ、不可逆的な滅亡から逃がせるように私たちも今から動くべきなのです、スーサナさん。え、はい。メモをずっと取っているようなので、まとめた計画をみんなに伝えてほしいなのです。あ、私がですか？真面目だからきっと問題ないなのです。そうよ、もっと自信を持ちなさい、スーサナ。はい。じゃあお言葉に甘えて。では今度の作戦の方針と人員配置について説明します。今回のメインとなる目標は2つの世界をアンカーポイントで固定して固有世界に向けて発射することです。そして最後はキアナさんの力を使って2つの世界の泡の構造を安定させて滅亡の運命を変えます。そのためにまずすべきなのは2つの世界の泡にあるベースアンカーポイントを軸、つまりこの賢者の口頭に接続することです。そうなると私たちは世界規模のアンカーポイントを構築できます。つまり2つの泡を動かせる手綱を手に入れられるんです。そうですよね？その通りなのです。では人員配置について説明しましょう。セントソルトスノーの方から話しますね。まずはゼーレさんです。塔から長時間離れることができませんから、賢者の権能でベースアンカーポイントの位置確認を担当してもらいます。うん、任せて。これは私にしかできないことだから。続いてはキラ先輩です。キラ先輩は仲間のニグラス先輩やシュガーズの皆さんと連絡を取るつもりですか？ええ、コンペイと長老にそれほどの度胸があるなんて期待してないけど、彼らの助けを得られるならこともよりスムーズに進むはずだわ。もう一つの角度から言えば、連絡自体も別に面倒なことじゃないから、私のことを機動班扱いして任務を与えてくれても大丈夫よ。はい、これも記録しておきます。その次に、あ、私の番になりますね。私は雑務と記録の仕事をなるべく全うします。何かあったらぜひ聞いてください。次はプロメテウスさん。私の任務は情報提供と状況分析です。いつもと変わりません。はい、そうですね。この後は、あれ、プロメテウスさん、こんなに早く戻ってきたんですか？僕も結構驚いたよ。何しろほぼ一瞬で干渉系のチェックを終わらせたんだから。それだけじゃなく、もっと効率的に動かせるプラグインも埋め込んでくれたんだ。本当にすごいよね。とにかく手助けの準備は万全だよ。先に言っておくけど、さっきの話を全部信じたわけじゃないのよ。キラって本当に厳しいね。細かい部分まで付け加えて説明したのに。でも大丈夫、行動で証明するよ。役に立てるというのは確かなの？彼女は確かに役立ちますよ。後でわかります。ではミステルさんも確認しましょうか。ミステルはすでに単独行動をとっています。おそらく彼女なりの考えがあるんだと思います。以前の経験から言えば、放っておいても行き着く先はきっと同じですよ。あ、はい。さっきビタさんの担当範囲も一緒に決めましたし、次は砂鉄の国の状況を整理します。おや、やっと来たね。待ちくたびれちゃったよ。
もう一人のゼーレさんですね。ゼーレさんは同じく賢者なので、そちらのベースアンカーポイントの1特定をお任せします。そんなのお安いご用よ。こっちの住人はみんな鬼火だから、逃走や避難するようなことがあれば生きてるそっちに比べるとだいぶマシだしね。続いてはしきちゃん。は？ちょっと待って、なんであなたまでしきちゃん呼ばわりするわけ？少しは立場をわきまえて。すみません、天命の先輩方がそう呼んでも大丈夫だって言っていたので。まあメモをいっぱい取っていて大変なんだろうし、今回は多めに見てあげる。わかった？はい、四季の律者さんの任務はアンカーポイントへ向かう途中に出てくる障害物の排除です。例えば漁師の海の怪物とか。プロメテウスさんはそっちの世界を支援できませんから、四季の律者さんは肩の荷が重くなるかもしれませんね。結構合理的な人員配置じゃない？何しろ戦力から見ればこの場にいる奴らと比べると格が違うんだから。なるほど、用心棒ってわけね。確かにお似合いの仕事だわ。おやおや、なんだか目の前にちょうど一つ障害物があるみたいだね。あら、早速用心棒をやってみる。皆さん仲良くしましょう。じゃないと今回の任務を達成できま、私たちの仲が悪いって。最後はシュレーディンガー博士。私も以前のように両小隊の連絡役を担当するなのです。通信チャンネルも増やしておいて随時アドバイスをするなのです。では以上となります。これが現状を分析して作った計画の全てになりますが、間違いないですよね？はい、うまくまとめているなのです。事態は一刻を争うわ。今から行動を開始しましょう。じゃあ始める？はい、始めましょう。問題ないよ。ええ。人々の信仰と無視の心は枯れ落ちる花しか生まない。たとえその香りが良かったとしても、味わいたければ死に直面する覚悟が必要なの。
き、シュガーズに救助信号を送ったのに、全然返事が返ってこない。まさかこの世界の教会に、長老たちにも何かがあったわけじゃないわよね。いや、まずはここを離れてから考えましょう。今頼れるのは自分たちだけだもの。敵の活動範囲を完全に迂回するのは、あまり現実的じゃないわ。スーサナ、そこの敵の相手はできる？頑張ります。大丈夫。普段の訓練通りにやれば大丈夫だから。This is Mike です。はいはい、聞こえてる？声が大きいわよ。あの怪物たちは音に敏感なんだから。それとピタ、私たちが怪物に見つかったらどうするつもりなのよ。ごめんね、こんなハイテクな通信機器を使うのは久しぶりすぎて少しはしゃいじゃったよ。まったく、昨日までは人工知能なんて全然わからないとか言ってたのにそれはここの生活に溶け込んで不必要に目立つことを避けるためだよ。まあ本題に戻ろう。これからゼーレは異例を行ってベースアンカーポイントの状態をリアルタイムで追うことに専念する。僕はゼーレからもらった手がかりを参考にして直近の未来に対する演算をしらみつぶしにやる。そしてアンカーポイントの座標を特定して巡航ロボットを操縦して案内するよ。え、それってつまりベースアンカーポイントの位置そのものも変動するの？でも変動したとしても同じ位置でしばらく停止するから、短期間なら不動の存在と考えて大丈夫だよ。効率を考えて敵が一番少ないルートを選ぶね。奴らに見つからないよう気をつけて。そこにリちゃんがいるよね。その子についていって。リちゃん？でも確かこの子の名前はスケちゃんだったね。でも今は僕が操縦してるんだから当然僕にちなんだ名前で呼ばなきゃ。それ今の状況で必要？まあまあ細かいことは気にしないで。最初のアンカーポイントの位置はちょうどここだね。ここには何もありませんけど。もともとアンカーポイントはある特殊な空間構造に対する汎用的な呼び方なんだよ。本当はもっと高次元の存在で通常の状態なら見えないのが普通だからね。でも心配しないで、君たちが心の中で強く祈ればゼーレが賢者の力を使ってそれを現実世界の存在に変えてくれるよ。なるほど、賢者の権能はそんな風にも使えるんですね。少し断りのリツちゃんに似てる気がしますそれじゃあスーサナ、まずはあなたがやってみて。はい、私に任せてください。ゼーレさん、いえ偉大なる賢者様、どうかアンカーポイントを現実世界の存在に変えて口頭とつながるようにしてください。すごい、本当に何もないところから現れました。本当に面白いね。全過程をロボットで記録したけど、どんなに小さな時間の単位で観察してもアンカーポイントが作られていく過程は観測できなかったよ。過程がない、一体どうやってできたんでしょうか？正直に言うと私にもよくわからないの。胸の奥でみんなの祈りを感じたら自動的に力がその対象に流れていったんだ。まるで何かの本能みたいに。おそらくこれも世界の泡の規則の一部だと思う。誰かが祈るだけで無から想像できるなんて、高等の賢者の権能が
私たちの手の中にあって本当に良かったわ。でないと誰かが世界を滅べなんて願って、それに賢者がわけもわからず同意した日には。そんな恐ろしいことを言わないで。前任の賢者だって自己主張がすごく激しい人だったでしょ。でもこんなに面白い能力、今が緊急状態じゃなかったらきっといろいろ楽しい使い方があったと思うよ。賢者の力はいたずらに使うものじゃありませんからね。背後がスースーする。私の気のせいかな。とにかくこれでアンカーポイントを一つ記すことができたわね。次の位置に向かいましょう。いいですね。これで2つ目のアンカーポイントも見つけることができました。ビタさんが1回で正確に位置を特定してくれたおかげで、私たちも無駄に時間をかけて探し回らずに済みました。未来演算の能力は本当にすごいですね。例の不思議な干渉系を使ってるとはいえ、プロメテウスだけじゃなくてビタも一部の技術的な作業をする必要があったんじゃないの。やっぱり人は見た目によらないわね。以前の言動を見てると、どうしてもマッセのエンジニアとか宇宙飛行士だとは思えないわ。ビタ、ゼーレ、いる？うん、いるよ。ビタ、何かあったの？もう一人のゼーレの方でちょっとね。でもどうやら彼女たちはもう自力でどうにかできたみたい。だから心配しなくても大丈夫だよ。なんだかこれまでの僕がすごく幼稚だとキラに言われたような気がするけど、ま、僕のことを褒めてくれてると思っておくよ。ずっと聞いてたんじゃないの？でも未来演算なんて君たちが思うほど奥深いものじゃないよ。干渉系には直接未来を観測する力なんてないからね。それは僕たちが行動した時にその行動がどんな結果をもたらすのかをシミュレートするんだよ。例えるなら天気予報ってところかな。それも少し違うかも。だって天気予報は天気そのものを制御できないから。やっぱりこう定義しておこうかな。時間は常に枝分かれし無数の未来へ通ずる。干渉系にできるのは分かれた枝の中で僕たちにとって一番有用な一本を計算で割り出すこと、それだけだよ。だからもしそもそも枝が分かれていなかったら演算のしようがないんだ。ちょっと待って。つまりゼーレがアンカーポイントの存在を示すだけじゃなくて、私たちが着実にアンカーポイントを探す行為をしてるから、ビタは必要な案内をすることができてるの？そうそう、その通りだよ。まるで飛びながら修理する宇宙船みたいだよね。未来というものは単純な一本道ではなく、無数の可能性が重なり合ってできた混沌とした形をしてるんだよ。君たちが過去を作ってくれたおかげで僕は未来を限られた範囲内へと収束できたんだ。そうでなければ干渉系は似通ってるけど全く違う無数の選択肢に惑わされて行き先を見失ってると思うよ。つまり全員の願いと能力がずば抜けているからこそ、今の僕たちはこうして成果を上げられているんだ。ありがとうございます。結構いいことを言うじゃないビタ。それじゃあ次のアンカーポイントは、なんでもないよ。演算結果が出たからついてきて。ここですか？では祈りを始めますね。待って、スーサナ！
まさかもう怪物たちに壊されちゃったんでしょうか。今はそんなことを考えずに戦いに集中して。おかしいわね。さっきまでこの世界の泡の敵はこんなに強くなかったはず。これも世界の泡がもうすぐ滅亡するからなの。スーサナ、なるべく私に任せて。やった、あと少しで肩がつきますね。一気にやっつけましょう。私が一足先に危険を察知できていなかったら、スーサナは今頃蜂の巣になってたわ。それでアンカーポイントは本当にここにあるの？ごめん、本当にごめん。こっちが導き出した座標に少し問題があってね。ここは世界の泡の境界に近い場所で、泡の影響が弱いエリアなんだ。だから君たちが言う敵がここに集まってしまったんだと思う。少し待ってて、すぐに次のアンカーポイントの位置を計算し直すから。はあ、アンカーポイントが壊されたわけじゃなくてよかったです。ですが、どうして急に計算を間違えたんですか？ここは何か特別な場所とか。それは、ただの単純な計算ミスです。このおバカさんには自分から説明してもらいますね。その2つの数値を逆のところに代入してしまったみたいで、干渉系の中にあるリストはもう結構な年代ものなんだ。つまりはそういうこと。スーサナがレポートを書くときだってたまに設問を読み間違えたりするよね。そういうことだったんですか。それは確かによくあることですね。って、いいえ、待ってください。やっぱりそういう問題じゃありません。ピーターさんは少し神経がずぶといと思いますよ。さっき私たちはすごく大変な戦いを強いられたって分かってますよね。ごめんね。確かにビータが言うように、今回は本当にただの小さなミスだったのかもしれない。でも、もし本当にそうだったらちょっと厄介ね。いずれにしても彼女にとって世界の泡の滅亡は害はあっても利はないもの。少なくともその点においては私たちの目標は一致しているわ。それに肩を並べて戦う仲間ですら信じられないなら、この世に信じられる人なんて他にいるのかしら。やっぱり私の考えすぎみたいね。もし干渉系の判断に間違いがなければ、次のベースアンカーポイントがこっち側の世界にある最後の一つになる。ただ、ビタ、どうしたの？演算によると、そのアンカーポイントの裏には何か普通ではないものがあるみたい。普通じゃない？それってどういうことですか？実はもう一人のゼーレの方にも似たようなことが起きていて、そのせいでしばらく彼女たちと連絡が取れなくなっていたんだ。そのアンカーポイントはちょうど世界の泡の脆弱な部分にある。だからより漁師の海の本質に近い変異が起きているみたいなんだ。つまり幻覚を見せて人を無遊病のような状態にさせる。もっと言うと、
存在するはずのない過去と未来まで見せられてしまう可能性がある。やっと気がついたんですね。アルビトル？どうしてあなたまでここにいるんですか？え？スーサナ、まさか本当に怖すぎて気絶しちゃってたんですか？私たちの作戦目標は覚えてますか？作戦？ここは…ここは一体、どこですか？つまり、不朽なる刃の正体は、ここで調査任務を行っていて、でも、敵襲を受けてデュランダル様たちとはぐれてしまい、ここに閉じ込められたってことですか？簡単に言うと、そういうことです。おかしいですね。私は確かに閉じ込められたような感覚がしましたが、それは世界の泡での出来事です。どうしてこんなところに。世界の泡？確かにそういった話をスーサナから聞いたことがあります。でもそれは7、8年も前のことですよ。7、8年前？そんな。あ、つまり私は世界の泡の中で意識を失って、目が覚めた時にはもう8年も経ってたってことですか？師匠様と同じように？それともデュランダル様みたいに任務中に頭を打って一気に7、8年分の記憶をなくしてしまったんでしょうか？いやいや、そんなことがあるわけ。私は夢でも見てるんだ。スーサナ、今日はどうしたんですか？そんなに落ち込むなんてあなたらしくないですよ。ほら、永久バルキリーの着替えを見せてください。一緒に出口を探しましょう。え、永久バルキリー？そうですよ、少し前に永久バルキリーの試験に受かったじゃないですか。しかもデュランダル様たちまで誘って一緒にお祝いしましたよ。まさかそんな重要なことも忘れたんですか？私が永久バルキリーになる日が来るなんて、これは現実なんでしょうか？アルビトル、お願いです。私を殴ってください。痛い！本当に夢じゃないんですね。もちろんですよ、
スーサナが試験に受かったあの日も全く同じように一発殴ってあげましたからね。どうですか？これで私が嘘をついてないと信じてくれますか？はい！まだよくわからないことがいろいろあるけど、自分の力は嘘をつかない。アルビトルも私も確かに強くなってる。スショウ様は昔、アンズルより産むが安しと言ってた。今は流れのままに出口を探し、ついでに何が起きたのかを調べよう。よし、アルビトル、何が起きたのかはわかりませんが、とりあえず一緒に出口を探しましょう。アルビドル、よく見ててくださいね。永久バルキリーまで成長した私は、探偵レベルの調査テクニックも身につけてますよ。今までの経験によると、真相はいつも気づきにくい細部に隠されています。私についてきてください。何もありませんね。これはただのミスです。違うところを調べましょう。また何もないようですよ。スーサナ、その探偵の直感とやらは本当に大丈夫なんですか？それはもう少し他のところを当たってみましょう。違うみたいです。ダメですね、何の手がかりもありません。だって我々はすでにここローラー式作戦で一度捜索してますからね。通信機器も応答なし、近くに出口の手がかりは何もありません。そしてあの廃ビルたちの中には、どうやら怪物が待ち伏せてるようです。これから、どうすれば。またですか？さっきもこいつらのせいで、デュランダル様とはぐれたんですよ。スーサナ、スーサナってば！縁起でもないことを言うからこうなっちゃったんじゃない？どうして奴らが？セントソルトスノーの時よりもはるかに数が多い。このままだと私じゃ対処しきれない。まだ結論を出すのは早い。もし本当に8年も経ったのなら、私だって成長しているはず。試してみないとわからないしね。それに私はもう永久バルキリーです。全然ダメだったよ。どう頑張っても敵を倒せないし、体力もそろそろ尽きそう。アルビトル、かすり傷ですよ。でもこのままだとまずいですね。スーサナ、やっぱりあの方法を使いましょう。わかりました、アルビトル、私が援護します。よーい、絶対。スーサナ、こっちです。やっと安全なところに来ました。アルビトル、傷は大丈夫ですか？大したことありません。簡単に処置するだけで大丈夫そうです。心配しないで。バルキリーにとっては戦いで作った傷跡も一種のかっこいい勲章ですからね。アルビトル、ごめんなさい。もうスーサナったら、私は本当に大丈夫ですよ。ただのかすり傷です。ごめんなさい、
負傷したのはアルビトルの方なのに、こっちが慰めてもらうなんて、私が弱すぎたせいで、怪我をさせてしまいました。私は本当に、チームメイト失格です。それを言うなら、私たちは失格コンビになっちゃいますよ。デュランダル様たちと比べると、私たちには特別な才能なんてありませんし、何か強い能力も持ってません。私たちは、頭数を揃えるための予備隊なのに、四六部隊とはぐれて連絡すら取れなくなっちゃうぐらいですからね。時々、自分は本当にちゃんとバルキリーとしてやれているか、体調や皆さんの足を引っ張ってないかと心配になるんです。皆さんと同じように学んで、訓練してきたのに、全然成果が出ないし、むしろ、頑張れば頑張るほど、トラブルを起こしてしまいます。私の努力、賢さや勇気が足りてないんでしょうか。それとも、どうあがいても補えない何かがあるんでしょうか。スーサナ。もしデュランダル様たちがこの場にいたら、きっと今、どうするべきなのかを教えてくれるはず。アルビトル、私はもう十分休めました。あなたはまだここで休んでてください。私はもう少し周りの様子を見てきます。え？さっきの戦いではかなり無様な姿を晒しましたけど、それでもたくさんの敵を倒しました。デュランダル様たちはきっと私たちを探してるはずです。あの怪物たちの残骸を見れば、私たちが今ここにいるとわかります。ここでずっと隠れていて、救援を逃してしまったら、逆に本末転倒ですよ。さすがスーサナ。そんなにも早く立ち直れるなんて。そんなことありませんよ。実は今もまだ緊張していますし。ですが、だからこそ、少しでも早く、デュランダル様たちと合流したいんです。私たちにとって、レスキューバルキリーは、まだ雲の上の存在ですけど、彼女たちが戦ってる姿を見てると、自分の悩みなんてどうでもよく思えてくるんです。なんと言えばいいのか、うつむけば砂、仰げば星。多分、こんな感じです。その言葉、すごくスーサナっぽいですね。だって私は砂漠の生まれですから。そういう意味じゃないんですけど。気にしないでください。これから出発するんですよね。一緒に行きましょう。でも、アルビトル、その傷。本当に平気ですって。それに、さっきのスーサナの話を聞いてたら、私ももっと頑張らないといけないって思ったんです。いつかあなたが、S級バルキリーになった時、私は、S級バルキリーの知り合いよりも、S級バルキリーの戦友でいたいんです。え？本当に、そんな日が来るのかな？今はそんなことを考えてる場合じゃない。まずは今の状況をどうにかしないと。え？待って、あれは？スーサナ、見てください。デュランダル様とリタ様です。本当に私たちを見つけてくれました。デュランダル様、リタ様、ここです。待って、スーサナ、足元。あ、仰ぐだけじゃなく、こういう時はうつむくのも必要みたい。先輩？ごめんなさい、先輩、わざとじゃないんです。大丈夫。私が近づきすぎたせいよね。これでスーサナも完全に目が覚めたでしょう。はい。
完全に気がつきました。キラ先輩がここにいるということは、今までのことは全部夢だったんですよね。当然だよね。いきなり永久ヴァルキリーになるなんて現実的じゃないし。今の現象を単純に夢と定義するのは不適切なのです。その原理は思ったよりも複雑なのです。シュレーディンガー博士、もう任務が終わったんですか？もちろん。誰がこの任務を担当してたと思ってるの？今ちょうどこの現象の原理について話していたんだ。まず集団で夢を見たっていう可能性はない。だって人に白昼夢を見せると言ったら私こそが元祖なんだ。それぐらいわかるに決まってるでしょ。逆にそこにあった全てはあの鬼火たちと同じような感じがしてた。いや待って、まさかあなたたちってば、まだこっち側の鬼火がそっちの幽霊だとでも思ってないよね。あれ、違うんですか？バカね、人は生き返らないでしょ。この世界の住民が本当の意味で死んでない限り幽霊なんて存在しないわ。なら、その鬼火っていうのは。厳密に言うと、異霊はおそらく彼らに人格を付与する過程なんだと思う。ゼーレと四季の律者さんが言ってたよね。あっち側の世界には3種類の住民がいるって。まだ思い出してないもの、過去を覚えてるもの、そしてもう忘れたもの。きっとそれが砂鉄の国にいる住民の一生なんだと思う。彼らはこちら側の祈りによって存在する生き物、人ならざるものと言うべきかな。そうですよね、プロメテウスさん。正解です。厳密に言えば彼らは異種聖魂ではありません。ですが彼らを異種聖魂と同じように考えることができます。つまり異霊だけじゃなくって、私たちがさっきまで見てた悪夢も世界の規則の一部だったってこと？え？皆さん一体何の話を。もしかして幻覚を見たのは私だけじゃないんですか？そうよ。さっき最後のアンカーポイントが生成された瞬間、私は白い光によって半年後の幻覚を見せられたの。そこでの私はアイドルとしてステージに立っていて、少し事故にあったわ。ステージでの事故ですか？その話はどうだっていいのよ。向こう側の世界も同じ状況だったんでしょ？幻覚に入る前に見たのは真っ黒な闇だったよ。そうとしか言いようがないね。え、それって何を見たんですか？わからない。小惑星か何かだったのかな。太陽系の辺境？よくわからなかった。だって私はすぐに自力でその空間から抜け出したから。この意識の律者の面前でその意識をいじるだなんて、そんなに早く死にたいのかと思ったよ。でも黒幕の髪の毛一本すら見つからなくってね。チッ、そもそも黒幕なんて存在しないんだから当然でしょ。目が覚めた途端目の前で四季の律者が虚無に向かって発狂していたんだもの。本当にバカバカしかったわ。ゼーレさんは何を見たんですか？特別なものじゃないわ。ただこのおかしな場所から離れていつも通りに訓練や任務をこなしてただけ。それならゼーレさんは私と似ていますね。さすがスーサナね。幻覚の中でさえも敵に追われてるなんて。君たちの話を聞いて少しピンときたよ。多分君たちが見たものが何なのか分かった気がする。おそらく以前僕がミスをしたせいで君たちを巻き込んでしまったのかもしれない。君たちが見たのはまさに自分たちに起こりうる未来だったんだよ。そう言われてみれば確かに私が見たのは 7,8 年後のことでした。それは大したことね。疑心ですら時間を操れなかったってのに、
私たちを数年後の未来に飛ばしたとでも言いたいの？もちろんそんな力なんて僕にはないよ。でもここは無から有を生成できる世界の泡だ。無から有、つまりみんなに幻覚を見せたのは私なんでしょうか？これまでの推測に基づくと、幻覚を引き起こしたアンカーポイントはちょうど世界の泡の脆弱なところにあった。だからこそゼーレの賢者の権能が完全に引き出されたんだよ。でも誰が未来のことを考えたんでしょう？そう、僕だよ。アンカーポイントの位置を割り出すと同時に、これから起こりうる未来のいろんな可能性について考えていたんだ。僕の道具は有限の可能性を計算することしかできないけど、ゼーレの力と演算した未来が干渉し合って新たな反応を起こしたのかもしれない。そうだとしても、ビタの力はかろうじてこれから起こるかもしれないことを推測する程度だね。1秒後に起こることすらもわからないのに未来なんて語れるのかしら？ゼーレ？確かにもう一人のゼーレの言う通りだね。あれは存在しうるたくさんの未来のうちの一つに過ぎないし、現実はそうならないのかもしれない。それに全てはまだ僕の推測だ。今はまだ決定的な証拠がない。推測ではありますが合理的な部分もあるなのです。私は世界の泡の問題を解決した後にこの現象について研究したいと思うなのです。いいなのですか？もちろんだ。むしろ僕ももっと詳しく知りたいと思ってる。未来、永久ヴァルキリーになること、もし夢の中で見た未来が本当に実現できるなら悪くないかもしれません。ええ、確かに悪くないわね。どうやら僕は君たちに悪くない体験をプレゼントしたみたいだ。無理やり幻覚から抜け出した誰かさんは今頃少し後悔してるんじゃないのかな？冗談じゃない。生まれてこの方、私の辞書に後悔の二文字なんて存在したことないよ。未来がもう決まってるって？気に入らなければ律者であるこの私がいくらだって変えてみせるよ。幻覚なんて今すぐにでも10個ぐらい作ってあげる。幻覚の見過ぎで現実世界に帰りたくなくなったって知らないからね。昔の奴らだって自分の運命は天が決めるんじゃなくて自分が決めるんだって知ってるのに、あなたたちみたいな現代人なら余計に知ってるはずでしょ？珍しく真っ当なことを言ったわね。はぁ、あ、冗談じゃない。この式の律者の発言に名言じゃない言葉なんてないからね。今のは違うじゃない。ちょっと、また喧嘩を売ってるわけ？はいはい、だから推測だってば。もうこれ以上追求するのはやめよう。ええ、じゃれ合うのはここまでなのです。ただの推測のせいで私たちが立ち止まってはダメなのです。全てのベースアンカーポイントを記すことができたわけですし、これで少なくとも世界の泡の内部を統合させるテストができるようになったなのです。私たちもそろそろ口頭に戻るわ。みんなと合流してから次の行動を決めようと思うし、ちなみにみんなも分かってると思うけど、これまでずっと行方不明だったあのミステルこそが計画最大の不確定要素よ。この件において彼女は絶対に皆さんの邪魔をしません。あら、かなり自信満々な言い方ね。キラ先輩、今は突っかかってる場合じゃありません。後で直接会ってからいろいろと確認した方がいいと思いますよ。確かに一理あるわね。なら早速行きましょう、スーサナ。はい、また後で、ゼーレさん。みんな、また後でね。ゼール、シュレーディンガー博士たちが結論を出すまで手伝えることは何もないみたい。この世界の泡に入ってからみんながいろんなことに追われてきたから、
やっと私たちだけの時間ができたね。少し前まではそれがごく普通のことだったはずなのに。ええ、そうね。本当に不思議だね。たったの一日二日でこんなにも多くのことが起きるなんて。でもよかった。今はこうやって少なくとも二人だけでいられるから。え、ゼーレ、さっきの異例大丈夫だったの？うん、賢者の剣能と私の相性が良くなってきたみたい。私にとってはもう呼吸と同じで自然にできるようになってきたから、負担もかなり少なくなったんだよ。心配しないで。私は何も言わずに一人で何かを耐えたりなんてしないから。ゼレも知ってるでしょ？私も成長したんだって。そうね。あなたはすごく成長したわ。だって。ゼレ？いえ、なんでもないわ。大丈夫だよ、ゼーレ。ここは私たちしかいないんだから、何でも遠慮なく話して。ゼーレ、何か、私に隠し事をしてるよね。あなたは幻覚で、一体どんな未来を見たの？作戦訓練モジュール、ロード完了。訓練を開始しますか？ゼーレは準備ができました。始めてください。次の項目は、ん？あそこの人は。ゼーレ先輩。おはよう。あなたは、先月予備隊員として、対崩壊特別招待に編入してきた、ティミドだよね。は、はい！私は、対崩壊招待、白兵戦攻略担当のティミドクートです。よろしくお願いします。先輩。平気だよ、緊張しないで。上空士の時よりもかなり進歩してるみたいだね。え、それって半年前のことですよね。実習中にピンチに陥った私をゼーレ先輩が助けてくれて、本当にあれっきりだったのに、まさか覚えていてくれたんですか？しかも名前まで。みんなの入隊動画を見てるから、全員よく頑張ってるし、すごく素敵なバルキリーと特選隊員になってると思うよ。もしかしてゼーレ先輩は、新人全員の名前を覚えてくれているんですか？やっぱり噂通り、強くて優しいお方ですね。お話できるなんて光栄すぎて、私、すごく感動しました。今後、何か雑用とか任務がありましたら私に任せてください。荷物運びでもお茶組でも何でもやります。それは持ち上げすぎだよ。ゼーレもみんなと同じでただの戦士だから。もしよかったらゼ
のことは呼び捨てで呼んでね。ツーレ。られないんです。あ、私だけじゃありません。特別招待のメンバーみんながそうなんです。ですから、もしお時間があったら、私たちに少しご指導をお願いしてもいいですか？ダメでしょうか？指導なんてすごいことはできないけど、手合わせならいつでも大歓迎だよ。はい。ただごめんね、今日はちょっと友達と戦略があるから。大丈夫ゼーレ、あなたなら新しい友達がたくさんできるから、寂しい思いをしたりしない。ゼーレ先輩、どうかしました？顔色が。ううん、なんでもないよ。までお話を読んでくれてたんだけど、突然電話が来て、ごめんなさい、今日は任務レポートを提出しなきゃいけないのに忘れてましたって叫びながら帰ったよ。でもスーサナお姉ちゃんのお話はまだ終わってないんだ。ゼレお姉ちゃん、続きを読んでくれる？スーサナさんらしいね。何を読んでたの？赤ずきんだよ。赤ずきんちゃんは森の奥に住んでるおばあさんの見舞いに行った。中に入るとなんとおばあさんの口に牙が生えていたんだ。それはおばあさんに化けた狼だった。そのお話ならゼーレもよく知ってるよ。赤ずきんちゃんは笑いながらこう言うんだよ。面白いね、獲物が自分からやってくるなんて。彼女は大釜を振るうと一撃で狼の頭を切り落としたの。それから床に転がり落ちた狼の頭に向かって彼女はまた笑うんだ。弱すぎだよ。私の頭巾がなぜ赤いのか分かった？がっかりした赤ずきんちゃんはカゴと大釜を持ってさらに強い獲物を探す旅に出た。赤ずきんちゃんの隠れた本性が開花する話だったけど、どうだった？あれ？カリウドは出てこないの？カリウド？そんな人はいないよ。でも確か赤ずきんにはカリウドがいたはずだよ。しかも何かがおかしいし。ゼレお姉ちゃん、それは本当に赤ずきんのお話なの？おかしい。そうだね、ある意味では確かにおかしいのかも。でも大丈夫、こんなお話初めて聞いたもん。これまでに聞いた話と全然違う。さすがゼーレお姉ちゃんだね。ゼーレお姉ちゃん、もう一個話して。いいよ。それじゃあ
ゼーレが一番よく知ってるお話を読んであげるね。昔々、とある国には遠くて美しい海がありました。どれほど遠いのかと聞く人もいましたが、なんと国の中でたったの数人しかその存在を知らないほどだそうです。その海の底には純粋で綺麗な一人の人魚が住んでいました。その人魚はとても孤独で、水面に映る自分の影だけを友達にしていました。違う違う！ゼレお姉ちゃん、人魚は海の中に住んでるのに、どうやって水面に映る自分の姿を見るの？それは…つまり、人魚には一人も友達がいないってことだね。心配しないで。誰もあなたをその過去のせいで遠ざけたりしない。あなたがおかしいからって誰も怖がったりしない。あなたはみんなに好かれて、太陽の下で花束に囲まれる人生を過ごすの。あなたは誰？である誘拐事件が起きて、当時の私を助けてくれたじゃないですか。人違いじゃないと思うんですけど、当時と比べるとゼーレさんは本当に変わりましたね。なんというか、当時のゼーレさんは今よりも言動が尖ってて、性格もマイペースでした。いいえ、人違いではありません。でも、ゼーレはずっとこうです。変わったことなんて一度もありませんよ。その印象は多分、気のせいだと思います。帰ろ。ゼーレ。ちょうど近所で開かれるシンポジウムに参加するために出張を命じられまして、ついでに様子を見に来ました。ブローニャお姉ちゃんってば、どうして前もって教えてくれなかったの？結構待ってたんじゃない？早く中に入ろう。今日はもう遅いからここに泊まっていかない？ちょうどキオラハウスの先生たちからお菓子をたくさんもらったの。お茶を入れてくるね。ブローニャお姉ちゃんと一晩中お茶をしておしゃべりできるなんて、久々だからすごく嬉しいな。それは一旦後回しにしましょう。ゼーレ、最近の調子はどうですか？もう慣れました？もしゼーレが良ければ学園長に申請してあなたと同じ招待に移動させてもらおうと思っています。ブローニャお姉ちゃんと一緒に行動できるなんて、ゼーレすごく嬉しい。でもブローニャお姉ちゃんにもやりたいことがあるはずだよね。せっかく全てが軌道に乗ってきて、ブローニャお姉ちゃんも自分のやりたいことを見つけられたのに、ゼーレのせいで
ブローニャお姉ちゃんが自分の夢を諦めたら、すごく申し訳ないよ。ですが、ゼーレ、本当に、一人で大丈夫ですか？ブローニャお姉ちゃん、心配しないで。だって、以前も長い間、たった一人で過ごしたことがあったし。すみません、ゼーレ。ですが、私の言ってることはわかってるはずです。ゼーレの本心を聞かせてください。私はゼーレのことを信じてますし、これまでの成長もちゃんと見てきました。ゼーレ、今のあなたはすごく強くて大人です。ですが、強いからといって、どんなことでも一人で抱え込む必要があるわけではないでしょう。ゼーレ、一人で本当に大丈夫ですか？大丈夫だよ、ブローニャお姉ちゃん。ゼーレは全然大丈夫。天命でのお仕事も順調だし、すごく成長もしたの。新しいお友達だってたくさんできたし、私一人しかいなくても。何も怖くない。何も変わらないから。たとえ私がいなくても。そうだね、ブローニャお姉ちゃん。ゼーレは一体どうやってこのことを受け入れればいいのかな。もう一人のゼーレがもういないなんて。やっぱりここに戻ってきたんだね、支配劇場。いつ来てもここの気持ち悪さは変わらない。一人もいないと本当に広いよ。ここだったよね、ゼーレがこの体を完全にもう一人の自分に委ねた場所は。やっぱりあなたはここにもいないんだね。ひ弱なピノキオ。喋ってるの？行ってみよう。ピノキオには秘密の友達が。これは童話？孤独なピノキオは隠して。声が近くなっている。友達が盗まれてしまわないか心配。これは気弱なピノキオには秘密の友達が一人いました。孤独なピノキオは唯一の友達を失いたくないと思い、友達を隠してしまいました。それでもピノキオは友達が盗まれてしまわないかとても心配していました。どうすれば友達を守れるのかな。ピノキオはずっと考えて考えて、ついに思いつきました。自分でさえも見つからないようなところに友達を隠せばいいんだ。そう考えたピノキオは友達のありかを忘れてしまいました。それからピノキオは
友達を失う心配をしなくて済むようになりました。めでたしめでたし。変なお話、声はこの鏡から出てきてるのかな。私たちなら全部解決できるわ。あなたは私が守ってあげる。これまで何度もそうしてきたようにね。どうして私は約束を守れなかったの。あなたを守れるのは私だけなのに。そのはずだったのに。そのはずだったのに。そのはずだったのに。違うわ。消えたのはゼーレじゃない。ゼーレ、ここにいるんでしょ。大丈夫、ゼーレ。あなたなら新しい友達がたくさんできるから、寂しい思いをしたりしない。心配しないで。誰もあなたをその過去のせいで遠ざけたりしない。あなたがおかしいからって誰も怖がったりしない。あなたはみんなに好かれて、太陽の下で花束に囲まれる人生を過ごすの。何も怖くない。何も変わらないから、たとえ私がいなくても。ゼーレ、ゼーレ、ゼーレ、大丈夫？私は大丈夫よ。あなたはよく知ってるはず。ゼーレはもう泣き虫でもバカでもない。多くの場合、彼女はあなたよりもずっと大人で、
勇敢なの。二つのことには何の関係もないように見えるけど、あなたは曖昧な予感を抱いたはずだよ。人々の信仰と無視の心は枯れ落ちる花しか生まない。たとえその香りが良かったとしても、味わいたければ死に直面する覚悟が必要なの。おそらく以前僕がミスをしたせいで君たちを巻き込んでしまったのかもしれない。君たちが見たのはまさに自分たちに起こりうる未来だったんだよ。本当に大丈夫よ。ただゼーレと大喧嘩した夢を見ただけだから。そうだったんだ。じゃあ未来の自分の代わりに先に謝っておくね。ごめん。何よ、つまらない反応ね。嘘だったらどうするの？もしそうだったら騙されるしかないよ。だってその場合ゼーレはきっと私を思って嘘をついてるんだと思うし。ゼーレ、そんなに信じないでよバカ。ゼーレさん、ビタさん、戻りました。お帰りなさい。お疲れ様。使い走りなんて全然大したことじゃないわ。というよりそれくらいしか力になれないから、これからが本番よ。すでに行方不明になってるミステルが頼りにならない場合、ビタとシュレーディンガー博士たちにお願いするしかないし。はい、こういう世界にどうやって接続するのかは今のところ難題のままですもんね。確かに。ベースアンカーポイントとか世界規模のアンカーポイントとか軸とか聞いただけで頭が痛くなります。大丈夫、道がなければ作るまでよ。どうやらちょうどいい時に戻ってきたようね。はあ？その時計って本当に正確ね。ありがとう。何しろ私は約束を守るタイプだから。そして今回必要な素材は全部用意してあるわ。さあついてきて。ちょっと、何の相談もしないでどこに行こうとしてるのよ。建設現場とか？その例え方なら理解してもらえる？はあ、余計に難しくなるだけです。こういう世界の座標を探すとともに社の潜在的脅威について調査する。前回離れた時にミステルは言いました。次はその作業の成果を確かめる番です。つまり二つの世界の泡と固有世界をつなぐ道をここで構築するつもりなのですか？私はイデアだから、普通の人間と違うところはもちろんあるわ。その特殊なところって何の過程もなく結論を出すみたいな？あら、いつかあなたが私のようなイデアになったらわかるかもしれないわね。キラが本当に興味があるならの話だけど。みんなもそろそろミステルの表現に慣れてきたかと思います。次は私が代わりにこの方法の原理を説明しましょう。プロメテウス。大丈夫です、プライバシーはきちんと守りますから。ミステル、実を言うとミステルが使う方法に特別なところはありません。彼女が単独行動を希望したのは成婚計画の残滓を十分に利用するためです。あ、キラはまだわからないかもしれませんが、
もともと人の意思で空間を構築する技術が含まれているのが聖魂計画なんです。キアナが終焉の律者になった時に聖魂計画によって作られた精神空間はすでに解体されましたが、漁師の海にはまだ回収されていない建築素材が残っています。一方、当時のイデアとしてのミステルは、聖魂計画が地球に降臨するために必要な媒介の一つでした。つまり一時的に考えれば、彼女にはそういう建築素材を私たちの元に集め、世界の泡と固有世界をつなぐという目的の橋を作る能力があるんです。もちろんそれは彼女にとっても極めて複雑な工程です。必然的にその臨時の橋には多くの制限が存在します。そういうことですよね、ミステル。とてもわかりやすくまとめてくれたわね。とにかくみんなが私の努力を信じてくれるなら、次の行動はゼーレが定着済みのアンカーポイントを私たちの中の誰かに与え、その人と口頭を一時的に接続させる。そして二つの世界の軸を持ち、さらに私が構築した通路を通ることで全てを固有世界に連れて帰るの。これがうまくいけば、その過程は社の潜在的な影響を回避できるわ。その人がうまく固有世界に戻ることができれば、たとえ社が終焉の眉と同じレベルの存在だったとしても、キアナの終焉の権能を借りれば十分に対処できるはずよ。つまり聖魂空間の距離を一時的な媒介にして、量子側の多様体世界の泡を直接虚数側の固有世界や終焉の眉にはめ込むことで、聖剣のような固定しなければならない中継点を不要にするということなのですか。シュレーディンガー博士、そう理解してもらっても構いません。ですが他のみんなにも理解できるように説明するには、ミステルの話の方がより分かりやすいと思います。はあ、仕方ありませんね。もっと分かりやすく説明しましょう。皆さんがミステルのことを信用できると思うなら、こうしてください。二つの世界の軸をバトンにできるように、ミステルがゼーレを指導した後に最も適切なランナーに渡すんです。そのランナーがミステルが切り開いた道に沿って、こちらの世界から一気に固有世界に戻って、バトンをあちら側の科学者もしくはキアナ本人に渡すと、全てが救われます。あ、そういうことでしたか。わかります。歴史の本に書いてあったマラトンの戦いの伝令兵のようにですよね。スーサナ、もうちょっと縁起のいい例えはないの。つまり、確かにそれほどの大役を務める人は固有世界との互換性が最高である必要があるなのです。言い方を変えると、最も普通の地球人に近い人なのです。固有世界、互換性が最高、最も普通の地球人に近い人。よし、メモできました。え、すみません、いつもの癖で知ってる情報を全て記録してしまいました。皆さん、私のことはいいですから話を続けてください。本当に鈍い子ね。まだ気づいてないの？ここにいる人たちの中で固有世界との互換性が一番高いのはあなたなのよ。え、私が？つまり私がアンカーポイントを持って固有世界に戻るってことですか？ダメです。私一人じゃ絶対にできませんよ。ここにいる皆さんは私よりずっと向いていますよね。どうして私なんでしょうか。そんなの難しすぎます。仕方ないわ。だってスーサナ、あなたはここにいる唯一の普通の地球人なんだもの。状況を整理しましょう。まず二人のゼーレは
性婚覚醒者、そして今は高等から離れられない呪いを背負ってる式の律者は、厳密に言うと人間の体を持ってない最も純粋な崩壊の化身なの。私はシュガーズと共に漁師の海で何年も漂流してたから、すでに存在の性質が変化しているし、シュレーディンガー博士も同じよ。残りはミステルとプロメテウスね。彼女たちは性根から生まれたイデアと世界の泡からやってきた人工知能、そしてビタは、本人曰くそもそも彼女は金星人で、固有世界という前提を省略したとしても地球との関係は微々たるものよ。そう考えるとあなたこそが唯一の適任者でしょ。頑張ってスーサナ。この世界の泡の未来、そして私たちの身の安全はあなたにかかってるんだから。待ってください、私プランと人選に異議はありませんから、次は計画の実行に関する詳細を決めたいなのです。ミステルさん、準備作業はどれくらい時間がかかりそうなのですか。待ってください、心の準備がまだできてないのに。私が計画の中心を担当するなんて、皆さん本気なのかな。ビタさん、計画が始まったらビタさんに方向を導いてもらうことになりますけど、その前に少し休まなくても大丈夫なんですか。大丈夫だよ、今はすごく元気で、あと3日未満は働けそう。むしろこれがいつもの僕って感じかな。異なる世界を行き来するのはとても体力が必要だし、だからゼレ心配しないで、もうとっくに慣れているんだ。それは、ああこれは簡易的なデータテストの装置だよ。僕がミスをしたせいでスーサナたちが危険な目にあったよね。だからプロメテウスに指導してもらいながらこれを作ったんだ。不注意によるミスを正しくするだけではなくて、この中にはスーサナの奇跡のモデルも保存されている。彼女もなかなかそそっかしいからね。きっと行動中にアクシデントが起きるはずだ。そういうアクシデントを予測して回避することが僕たちのような広報サポーターの責任だと思わない？ふん、これも一応経験談ってところかな。ビタさん、そうだよね、ビタさんの過去を考えれば楽天家で単純なだけの人だなんてとても思えない。ありがとうございます。おや、ゼーレ、僕はできることをしてるだけだよ。そこまで感動しなくてもいいんだ。それにこれも僕自身のためだからね。君たちは僕の過去を知っている。長い人生の中で僕はずっと様々な別れを経験してきた。運命はいつも僕が家だと思った場所を壊して僕の知人たちを奪ってきたんだ。僕はずっと逃げてきた。運に恵まれ何度も破滅する運命から逃げられたけど、本当にそれでいいのかな。本音を言うと僕はここが大好きなんだ。いろんな場所を巡ってきたけど、それでもここが一番好きなんだよ。穏やかで誠実で素直な人たちばかりで、まるで桃源郷みたいだ。ここで僕は純粋な人にたくさん出会って、純粋なことにたくさん触れてきた。こんな風に言うのは少し恥ずかしいけど、ここにいる時、特にゼーレたちと一緒にいる時間は1分1秒がとても楽しいんだ。ピタさん、理性的に考えても自分に何ができるのか僕にはわからない。僕はいろいろな経験をしてきたかもしれないけど、僕の能力は別に大したものじゃない。君たちと違って僕は
気になる世界や大事な人を守れない。でも今回は何があってもこの世界のために何かを残したいんだ。たとえ勝てないほどの強い力に抗うことになったとしても、僕は自分の人生を守りたい。安心してください、ビタさん、きっとうまくいきます。ありがとう、ゼーレ。ゼーレの故郷もきっと美しくて平和なところなんだろうね。だからこそゼーレは可愛くて優しい女の子に育ったんだと思う。なのに今の君はこんなことを経験しなければならない。怖くないなんて言うのもきっと嘘。そうだよね。大丈夫ですよ、ビタさん。私の故郷は、実は少し前に世界が滅びるほどの災害を経験したばかりです。でもみんなの努力のおかげで最終的にその災害に勝つことができました。だから今回も問題をポジティブに考えるようにしています。ビタさん、私たちを信じてください。ビタさんの家を守れるように私たちは協力します。もう一人もいなくなるようなことにはなりませんから。安心してプロメテウス、問題はないわ。あなたっては最近ますます心配性になってない？悩みが多すぎると機械の魔損もどんどんひどくなるわよ。この計画にはリスクがたくさんあります。どうしてもこの方法でなければいけないんですか？なんて言えばいいのかしら。リスクは相対的なものなのよ、プロメテウス。私が今までしてきた試みを知ってたら、この選択が一番安全だってわかるはず。さあ、まだ準備作業がたくさん残ってるわ。きっと、あなたも手を貸してくれるのよね。そうでしょ？安心して。今回は彼女たちをちゃんと元の場所へ送り返すわ。ちょっと、ぐるぐる回らないでくれない？めまいがしそうだわ。はあ、やることがないんだから仕方ないでしょ。道を作るとやらの計画にこの四季の律者が活躍する機会がないなんてね。ここで景色を見てるしかないんだよ。何をしたいかは別にどうでもいいけど、私の前でパフォーマンスアートのような真似はやめてくれる？それとも、この世から消えたいの？ふっ、面倒なやつ。はいはい、それなら優しい四季の律者がある言葉をプレゼントしてあげよう。ゼーレに心配させたくないなら幻覚で見たことは全て忘れるんだ。あなた、安心して、別に意識を読み取ったりしてないよ。考えてることが全部顔に出てるから見ればわかるんだ。先輩からもう少し忠告してあげよう。意識をコントロールするコツは、意識を変えることじゃなくて信じさせることにあるんだ。信じさせればどれほど馬鹿げた幻覚でもすごい力を発揮できる。逆に言うと、誰も信じないなら実際に力が存在していても何もできない可能性がある。ゆえに自分のいる環境が現実じゃないって気づくことができれば、幻覚による影響のほとんどが消えるし、その枷から抜け出す第一歩にもなる。嫌なものを見ず、気に入らないものとは遊ばない、ゴミはゴミ捨て場に捨て、面倒なことは誰かに手伝ってもらう。自分が楽になることができれば誰もどうすることはできないでしょ。だから幻覚の中で何を見たとしても、それは世界の悪意がそう信じさせようとしてるだけ。どれだけリアルであなたの心の恐怖に近かったとしても、ただの幻覚だよ。それが分かれば
幻覚は誰も傷つけないし、現実に影響を与えることもできない。それが意識の権能の限界だって言っても過言ではないよ。ありがとう。やっと言えたんだね。待ちくたびれたよ。もう少し言えないかな。治癒兼備全知全能な四季の律者様に心からの感謝をとか、こういうのがいいんだ。あなたね、頭がおかしいんじゃないの。座標を作って一部のデータを送り戻して、それからこっちに向かって行動する。スーサナ、少し止めて。違う違う、次は左、止めちゃダメ。手元の作業をしばらく止めてって言ってるの。キラ先輩、顔を引っ張らないでください。ひどいです。どう、これでやっとノートから戻ってきたわね。はい。ダメですよキラ先輩、今はたるんでる場合じゃありません。もうすぐ行動が始まっちゃいますし、今のうちに流れをもっと把握しないと。もう一度メモを確認させてください。一度だけでいいんで。はぁ、あなたって子は昔のことを思い出してしまったわ。それと少し前にあったあの幻覚のこともね。幻覚？そういえばキラ先輩が幻覚で何を見たかをまだ教えてもらってませんね。そうね、自分がもう一度ステージに上がった姿が見えたわ。キラ先輩は本当にアイドルが大好きなんだね。キラ先輩のような強いバルキリーならきっと完璧なステージを作り出せるはずです。残念ながらハズレよ。ひどいパフォーマンスだったわ。あの経験を頭から取り除いて、漁師の海の一番深いところに埋めたいほどにね。今まで教えてなかったわね、アイドルとして。私には致命的な弱点があるのよ。超絶音痴なの。普通の音痴よりずっとひどいのよ。え？これは私の人生最大の秘密だから、絶対に内緒にしてちょうだい。だって歌えないアイドルって戦闘力のないバルキリーと同じくらい致命的でしょ。かつての私はいろんな努力をして完璧なアイドルになろうとしたの。でもどれだけ努力しても、遠い彼方の星のようにアイドルは永遠に触れられないところにあるのよ。そして未来の幻覚も同じ答えを教えてくれたわ。私、キラ先輩の思いがわかるかもしれません。私はディランダル様やリタ様、もしくはスシオ様のような一人前のバルキリーになりたいと思ってます。彼女たちの後ろ姿を見てると、まるで星を見上げてるような気がするんです。でも必死に努力し続けて、やっと彼女たちの裾に触れられると思った時に、彼女たちはまた私では触れられないところまで進んでしまったって気づくんです。きっとキラ先輩ならこの気持ちを分かってくれますよね。ええ、誰にも得意なこと、不得意なことがある。それは生まれながらにして持つ才能だし、永遠に変えられない現実なの。キラ先輩、私たち、ずっとこのままなんでしょうか。そんなの、悔しいです。大丈夫よ、スーサナ。才能、経歴、様々な理由によって、自分たちの憧れた姿になることはできないけど、その憧れの姿に限りなく近づくことならできるわ。しかも彼女たちにもできないようなことを成し遂げられるかもしれない。これもあの幻覚が教えてくれたことなの。確かにあのステージは失敗に終わったけど、最悪とまではいかなかった。幻覚の中で私が逃げてきたことは全然良くなっていなかった。歌声は耳障りなままだし、
ダンスだって満足にできなかった。でも、お客さんは喜んでくれた。歌が下手でも、不器用なアイドルだったとしても、誰かが私のことを好きになってくれるって気づいたの。彼らは一緒に、私の曲を歌ってくれた。聞き苦しいままだったけど、彼らが私を、私のステージを好きでいてくれてるのが感じられたわ。それこそが、アイドルの本質でしょ？だから、私の憧れてた完璧なアイドルにはなれなかったけど、本物のアイドルにはなれたのよ。それこそが、いわゆる夢の真実なのかもしれないわね。前を見つめ、努力し続けたら、誰もが想像できない形で、夢を実現できるのかもしれない。だからね、スーサナ。緊張しないで、怖がらないで、全力で、自分にできることをやってみせれば、きっと、他の人にはできないことが可能になるはずよ。もしかしたら、その時のあなたは、もう優れたヴァルキリーになってるかもしれないわ。キラ先輩。さて、そろそろ時間だし、最後にリラックスして、元気に行動を始めましょう。頑張って、スーサナ。何しろ、この世界の泡の未来、そして私たちの身の安全は、あなたにかかってるんだから。はい！ありがとうございます、キラ先輩。頑張ります。みんな、準備はいい？出発するわよ。スーサナ、大丈夫？何でもありません。少しクラクラするだけで。おい、どうして世界の泡に出入りするときはいつもこんなに刺激的なんだろう。しかしミステルはさすがだね。何のツールも使っていないのに僕たちを世界の泡から送り出すなんて。イデアという存在は実に不思議だ。聖魂空間を使ったちょっとした小細工よ。それに関してキラはよく知ってるわよね。もちろんよ。おかげさまでこんな空間で数日もさまよい続けて、やっとなんとか出られる方法を見つけたんだから。その通り。ここは世界の泡の間にある隙間よ。そして今から私は固有世界へとつながる道を作り出すの。そして話し合った計画をもとに、僕は予測を通して固有世界への最良のルートをミステルに伝える。可能であれば、あの実態がよくわからない社も含めて、みんなが不必要なリスクを回避できるように。残りは君たち次第だよ、キラ、スーサナ、頑張って。ええ、固有世界とのつながりが比較的密接してるメンバーとして、アンカーポイントを携帯せずに、なるべく私が行ける一番遠い位置まで送るわ。次は私が2つの世界にある全てのアンカーポイントを一時的にスーサナさんに定着します。あとはお願いね、スーサナさん。わかりました、頑張ります。あまり結果を気にしすぎないで。あなた自身にとってのベストを尽くせばいいのよ。さっき教えたようにね。はい、キラ先輩。結局のところこれは一つの実験。成功しなくても僕たちの知恵や不思議な能力があれば、座して死を待つことにはならないよ。安心して。ありがとうございます、ピタさん。そうは言うけど全然緊張しないなんて難しいことだよ。みんなの未来が私にかかってるんだから。では始めましょう。先に言っておくけど、世界の泡の外へとつながってるこの道の精度には限界があるし、維持できる時間もそんなにないの。二人とも時間を無駄にしないようにね。理念は高ね。
意志は保存。そうしてここに世界を構築する道を作りなさい。二人ともどうぞ。行きましょう。僕が印をつけた方向は見えるかな？その道しるべに沿って前に進めばいいんだよ。キラ先輩、あそこに何かがあるみたいです。スーサナ、離れなさい。ああいう空間の歪みに隠された漁師の海の極立特異点はミステルが強引に道を切り開いた時の副産物の一つでしょうね。厳密に言うとその規模の極立特異点は基本的に無害だし長い時間は維持できないけど、今回の任務の性質上接触してしまえば私たちは今の道から弾かれるかもしれない。そうしたら何もかもが台無しよ。そういう危険性があるから一定の距離を保ちましょう。わかりました、キラ先輩。危険地帯を無事通過したわね。どうだった、スーサナ？漁師の海の隙間を通り抜けるのって結構楽しいでしょ？先輩、楽しいどころか、緊張して吐きそうです。でも、足を止めたりはしてないでしょ？危険な環境で走り続けるのも、人間の本能ですよね。それはどうかしら。初めて大役を任された戦士にとって、戦場で足の力が入らなかったり、足がつったりしてしまうのは、ごく普通のことよ。プレッシャーの中にいると頭が真っ白になりやすいし、バッテリーが切れたように何をできるか何をすべきかわからない時もある。そういう状況と比べるとスーサナはプレッシャーに強い方よ。そう思わない？そうですか？私はずっとメンタルが弱い方だと思ってました。バルキリーなのに臆病でそそっかしいし、何かがあるとすぐに取り乱してしまいます。ちゃんと任務を果たすバルキリーに見えるように基礎を何度も繰り返したり、その中であった出来事を全てノートにメモしたりすることしかできなくて、もうすぐ任務が始まるのにどうしてメモに向かって意味のない支度をしていたのか、先輩は疑問に思ったでしょ。実はそうでもしないと一人だけじゃ全然安心できないからです。バカね。それってすごくメンタルが強いんじゃないの？え？欠点がいっぱいあって、いつも自分のことを疑ってるのに、それでも心の奥では自分の成長を信じて、その目標を達成するために他人より数倍も努力してるんでしょ？私だったらとっくに諦めてるわ。あの幻覚でも強制されてなかったら、喉を痛めた状態でライブを開く勇気なんてなかった。よく考えてみて。実家にお城と鉱山があって贅沢な日々を満喫できる。それなのに憧れてるからって世界で最も危険な職業の一つに就いたのよ。しかも文句を言わず努力も惜しまずに。そんな人のメンタルに問題があるなら、この世界でメンタルに問題がない人なんていないでしょうね。確かにあなたは臆病でそそっかしくてすぐに取り乱してしまうけど、いつも改善方法を思いついて最終的にうまくクリアしてる。そうでしょ？すぐに頭が真っ白になったり諦めたりする人たちと比べるとスーサナはずっと強いわ。キラ先輩。さて、急にたくさん褒めたし、しばらくは消化できないわよね。大丈夫よ。そのペースで前に進み続ければいつか自分の凄さを心から褒めたくなる時がやってくるから。だから
これからの道は一緒に頑張りましょうね。はい。キラ先輩がいてくれてよかった。一人だけだときっと道に迷ってた。待って、スーサナ、ここで別れましょう。え、キラ先輩、そんな突然。ごめんね、もう少し付き合えるはずだったんだけど。もしもし、大丈夫？こっちの予測データに広範囲の波動が出現し始めて、どんどん不安定になっているんだ。敵に遭遇してない？大丈夫？その予測遅すぎるわよ。時間がないわ。ここで時間を稼ぐから、スーサナはビタが計画したルートを進んで。早く。私たちの一番大事な任務は固有世界と連絡を取ることだって忘れないでね。それはスーサナにしかできないし、スーサナがしなければならないことよ。それにミステルも言ってたけど、この道の時間は限られてる。あの女のことは全然信用してないけど、みんなが一緒に考えた計画だし、真剣な態度で実行しないと。怪物の追撃は私に任せなさい。私はこのためにここまで付き合ってきたんだから。キラ先輩、その一人で大丈夫ですか？スーサナは自分のことだけを考えてればいいのよ。何はどうあれ、私は一応先輩だからね。防衛戦でしょ、慣れてるわ。受け取ってみて、置いて、来なさい。これはキラ先輩が稼いでくれた時間、無駄にするわけには。大丈夫、ちゃんと回避すれば問題ない。
まずい。このままだとすぐに包囲されて知らない場所に飛ばされちゃう。スーサナ、こっちだよ。入ったら少し遠回りになるけど、少なくとも目の前の障害を回避できる。わかりました、ビタさん。の方へ向かってく。そんなのダメ。もうあれを解放するしかなさそうね。できることなら切り札をこんなに早く使いたくなかったわ。弾薬とデートする？どうしてここに戻ってるの？よかったでしょ？帰る時間が省けたし、漁師の海の奥で迷うことも回避できたわ。確かによかったわね。それで少し質問してもいいかしら？え？あなたの話だと、こういう世界へとつながってるこの道は、スーサナみたいな純粋な人だけが最後まで進むことができる。だったらどうしてあなたのイデアの種が急に道の奥に現れたの？矛盾した話よね。ミステル、一体何を隠してるの？あの怪物たちを何とかするって具体的にどんな方法を使うつもり？あら、もうキラのような賢い人ならすぐにわかると思ってたわ。それができるのは、ただ固有世界へとつながるこの道は、私自身を構築する素材で作られているからよ。万が一二人が対応できないような敵が現れたら、
私の体の一部を漁師の海に捨てればみんなの安全を守れる。そうでしょ？見捨てる。あら、どうしたの？17号、あなたが驚いた顔をするなんて珍しいわね。少し面白いわ。知っているのにわざと聞かないでください。あなたで作られる道、一体どういう意味ですか？そのままの意味よ。私はイデアの母体、つまり聖魂空間を建築素材にして固有世界へとつながる道を構築するの。普通のイデアならこれほどの素材を提供できないかもしれないけど、私には聖魂計画の遺産がある。技術面で言えばこれは私が月でしたことと大して変わらないわ。原理はわかります。しかし理解できません。聖魂計画はすでに終わっています。今あなたがそんなことをしたら自身の命をかけるようなものじゃないですか。だって仕方ないじゃない。それ以外は本当に何もできないんだもの。みんながアンカーポイントの統合で忙しくしてる間、私もいろんなやり方を使って前に罠を設置した時のように固有世界に連絡しようとしていたの。でも全部失敗に終わった。連絡できなかったり、繋がった後にすぐに予想外のことが起きたりして、実際に応用なんてできなかった。もしかしたら私たちは本当に恐ろしい敵と遭遇してるのかもしれないわ。確かシャって名前なのよね。私のせいであの子たちはこんな場所に閉じ込められた。万が一そのせいで彼女たちが漁師の海で迷い不慮の事故に遭ったら私も辛いわ。だから今のところこれが最善の方法だって思わない？安心して17号。結局のところこれは私の体を一時的に貸してるだけ。もしかしたら人類の出産よりもリスクが低いかもしれないわ。もう少し私を信用するべきじゃないかしら。いつも無茶をするあなただから信用できないんですよ、ミステル。どうか全てがうまくいきますように。賢者の権能がプロメテウスさんの願いを感じた。プロメテウスさん、スーサナさんたちの今の状況はどうなっていますか？ちょっとしたアクシデントもありましたが、今のところは全体的に順調。ゼーレ、ビタ、落ち着いて聞いてください。スーサナの座標が消えました。君の座標を確認できれば固有世界へとつながる新しい道を作り出せるはずだよ。
みんなは今君の位置を割り出そうとしている。だから君から伝えられる情報はないかな。手がかりを探してきます。スーサナ、どうだった？何か。すみません、ここの景色はほぼ同じで何も見つけられませんでした。人を探したいのに周りに目印になるものは電柱しかないなんて、確かにそういう状況ってあるよね。すみません、ビタさん、もう少し離れたところに行ってみます。ここには何もない。とりあえずこの近くのデータを測定してみよう。記録しておいて損はないはず。こっちも。ここに閉じ込められてるってことかな。そうだとしたらゼーレさんたちはどうすれば、あんなにも私のことを信用してこの大役をデュランダル様だけが成し遂げたことを任せてくれたのに。なのに私は、私、慎重に行動してたらこんなことにはならなかったのに。私のせいだ。スーサナ、泣いているの？いいえ、ただ手がかりが見つからなくて少し焦ってて。弱気にならないで。これ以上のデータがなくても、もう少し時間をかけたらきっと君の位置を確認する方法を見つけられるはずだよ。もう少し。ピタさん、何があったんですか？ピタさん。あ、なんでもないよ。ミステルが助けを必要としているから。少し待ってて、こっち側の用事を処理するから。ごめんね。きっと私のせいだ。今回の計画のためにみんなは相当頑張ってたのに、私のミスでその努力を無駄にした。私、そうだよスーサナ、今は泣いてる場合じゃない。少なくともこのミスを何とかしないと。ビタさん、ミステルさん、ゼーレさん、そしてキラ先輩、みんなが私を待ってる。きっと手がかりを見つけられるはず。これは私のノート？こんなにメモをしていっぱい勉強したのに、結局何の役にも立たなかった。私って本当に最低な生徒だね。今回のメインとなる目標は、二つの世界をアンカーポイントで固定して固有世界に向けて発射することです。そして最後はキアナさんの力を使って二つの世界の泡の構造を安定させて滅亡の運命を変えます。そのためにまずすべきなのは、二つの世界の泡にあるベースアンカーポイントを軸、つまり
この賢者の口頭に接続することです。そうなると私たちは世界規模のアンカーポイントを構築できます。つまり二つの泡を動かせる手綱を手に入れられるんです。そうですよね。手綱？違うアンカーポイント、もしかしてこの方法も使える？ビタさん、少し時間をください。今の位置が分かったかもしれません。準備できたわ、スーサナ。そっちは始めてもいいわよ。よかった、道がつながりました。頑張ってスーサナ、ミステルは長く持たないわ。これが最後のチャンスよ。キラ先輩、戻ってたんですね。よかった。ええ、それよりゼーレが何かを見つけたみたいよ。スーサナさん、そこから遠い先にある光の点は見えるかな？はい、見えてます。あれがこっち側と固有世界の接続点だと思う。え、ああ、スーサナ、君がそこに行けば僕たちの計画はほぼ成功するんだ。はい、任せてください。こういう頭を使わないことは一番得意ですから。そうだよね。あの頃から走ることになるとすぐに仲間たちに置いていかれた。あの時お父さんはなんて言ってたかな。他の人との距離ばかりを考えるんじゃない、その代わりに一番近い仲間に追いつくことに集中すればいいんだ。うん、走って、走り続けたらいつかきっとできるはず。きっとみんなに追いつけるはず。きっとこのダンスを覚えられるはず。きっとバルキリーになれるはず。今度こそきっとできるはず。苦しい、
うことでしたか。わかります。歴史の本に書いてあったマラトンの戦いの伝令兵のようにですよね。死ぬとしてもせめて向こう側で死なせて。座標確認。接続を確立中。どうやら向こうも僕たちに連絡しようとしているみたいだ。通路確立完了。3、2、1。牽引モード起動。やっと見つけました。久しぶりだね、スーサナ。君たちがいなくなってからずっと探していたんだよ。何があったんですか。どうして急にこういう世界から離れたんですか。ゼーレは一緒じゃないんですか。焦らないで、ゆっくり話してもいい。世界の泡が壊れてます。ゼーレさんもいて、救援を急いで。アインシュタイン博士、緊急事態です。直ちにメイ姉さんたちを呼んでください。増援が必要です。問題ない、僕が連絡しよう。スーサナ、この道の向こうにいるのはゼーレですよね。はい。皆さん急いで。安心してください。断りの律者の権能。故障でもあったんですか？ビタさん？ビタさん？おかしい。連絡システムに問題があったみたい。まさか。しゃ。ミステル、どうしたの？それにキラも。この体、やっぱり枯れていく運命からは逃げられないのかな。もうすぐ彼女たち、僕の家族と会えるだろうね。ごめんね、ゼーレ。それにみんな、どうやら別れを告げるしかなさそうだ。僕はビタ、みんなのことを愛している。